今回はワンポイントレクチャーとして作業療法の理論は医学モデルか作業モデルかについて解説したいと思います。まず作業療法の理論なんですが、これは2001年国際障害者分類から国際生活機能分類へ改定された時、障害から健康に焦点が当てられるようになったことを契機に作業モデルが広まりました。で、この作業モデルというのは疾病や障害の有無に関係なく、その人にとって意味のある作業に焦点を当て、その作業における有用性を獲得することを目的としています。これは動機づけや有能感、達成感などの心理面において良い影響を及ぼし、活動性を向上させる働きがあるとしています。で、型や医学モデルというのは基礎医学や臨床医学をもとにした考え方になります。通常病院等で働く場合は、どの職種であれこの医学モデルをベースに取り組んでいるということになります。で、ここでこの作業モデルの誤解が生じやすい部分として、最初の文章ですね、この疾病や障害の有無に関係なくといったところが、少し誤解を生んでいるところになるかと思います。通常病院で勤務している、作業療法士の方が多いと思うんですが、この疾病や障害の有無に関係なくというふうな文章を、誤って、読み解くと、この医学モデルと、乖離してしまうと。医学モデルは通常、疾病や障害をベースに考えますので、ここが関係ないというと、誤解を生じやすいと。この作業モデルでは、そういった意味ではなく、この疾病や障害があってもなくてもその個人において、意味のある作業に焦点を当てましょうといった意味合いが強いと思いますので、その辺が少し誤解を生じやすいと。実際に作業療法士学会が発表してある、作業療法ガイドライン2018年度版に、急性期の取り組みとして、医学的知識に裏付けられた安全で適切な作業療法の提供が必要となるというふうに書かれています。これはいわゆる医学モデルということになるかと思いますので、決して医学モデルを否定しているわけでもないと。ですので、この作業モデルというのは医療従事者共通の医学モデルを基盤とした上で用いるのが望ましいというふうに考えています。どうしてこの作業モデルというのが生まれたのかというのは、以前ご紹介した作業療法核を問うというようなテーマでもお伝えした通り、一連の作業療法の取り組みの流れとしてこの作業モデルというのが生まれてきたと。で、今現在に至っては、生活行為向上マネジメントという概念がありますので、それにつながってくるということになります。この生活行為向上マネジメントについては、次回ご紹介したいと思います。今回は作業療法の理論は医学モデルか作業モデルかについてご紹介しました。今回は以上になります。